ウファ市電は、ロシア連邦、バシコルトスタン共和国の首都である、ウファ市内に存在する、路面電車。2020年現在、トロリーバスと共に、ウフィムスキー電気交通が施設を所有している。ウファ市内の公共交通機関として、軌道交通を導入する計画は、ロシア帝国時代の1898年から始まり、当時最新鋭の路面電車を導入する案が出されたが、 同時期のウファ市内の道路はどれも状態が悪く、急曲線や、強幅という条件も、相まって、路面電車の導入は困難とされ、長年にわたり実現することはなかった。だが、ロシア革命を経て、ソビエト連邦が成立して、以降計画は、急速に進行し、1937年2月1日に、最初の路線が開通した。その後、 第二次世界大戦開戦直前までに、ウファ市電の路線規模は3系統、営業零四 21.04km に拡大し、戦争による中断があったものの戦後には、再度路線網の拡大が始まった。1956年には近接するチェルニコフスクが、ウファに吸収されたことにより、両地区を結ぶ路線の建設も実施された。路線網が最大規模となったのは、 ソビエト連邦の崩壊後の1995年で全長 156.4km22 の系統数を記録し、利用客数は年間9000万人以上であった。また、都市の発展に路面電車網の拡大が追いつかなくなったこともあり、1962年からはトロリーバスも導入された。だが、2000年代以降はモータリーゼーションの進展により、 路線の廃止が相次いでおり、2008年以降、ウファシ電の路線もは南北に分断されている。また、1993年以降、ウファシ電を運営していたウファシ電機交通運営局も多額の負債を抱え、2018年には路面電車やトロリーバスの運行が一時停止する状態となった。その事態を受け、2019年に破産状態となった。 同局に代わって株式会社のウフィムスキー、電気交通が設立され、路面電車やトロリーバスの車両や施設などの資産が移管されている。ウファ市の将来計画には廃止された南北の連絡線の復活を含む4つの路面電車の延伸計画が存在するが、沿線住民からの反対や財政難から2019年の時点でも検討段階に止まっている。2020年現在、 ウファ市電では以下の6系統が運行している。そのうち8号線ウファの北部を走る系統、それ以外は南部の系統で、前述の通り2008年以降双方の路線もは分断されている。運賃はトロリーバスと共に25ルーブルだが、非接触式 IC カードのアルガカードを使用する場合は20ルーブルに値下げされる。2020年現在ウファ市電に在籍する。 営業用車両形式は以下の通り。南部の路線で使用されている車両は SI ゾリン車庫。北部で使用される車両は第2車庫に在籍する。ありがとうございます。